日本近畿地方大阪府大阪市中央区伏見町。伏見町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は伏見町1丁目から伏見町4丁目。船場のうち北から4番目の町で東、北、北西は高来橋、南西、南は土庄町とそれぞれ接する。東端は1丁目筋、西端は渡辺筋となっており、 船場の内町の東西端がそれぞれ東横堀川、西横堀川跡に至らない唯一の町である。地内には芝川ビルディングや青山ビル、伏見ビルなどの国の登録有形文化財の建造物が点在する。現在の3丁目4丁目は船場の開発過程で伏見城下から五福町たちが移住してきたところで当初は伏見五福町と称したが後に 伏見町とご福町に分かれた。震災場しすじいとう町は白来品を扱う、動物ドニアの収集中地となり、同位生のご福町は移住以来変わらず、ご福町の収集中地となっていた。現在の一町目二町目は、船場の開発過程で、天満な領町の魚商人たちが移住してきた、ところで、当初はそれぞれうつぼ町、天満町と称した。しかし、 1618年に、西魚商人たちが六筋南へ移住して植え、魚屋町が形成され、さらに、1622年には塩魚、甘魚商人たちも下船上の宇都保へ移住して、新宇都保町、新天馬町が形成されたため、宇都保町、天馬町は、それぞれ本宇都保町、本天馬町に改称された。1872年に本宇ツボ町、本天馬町、 伏見町、五福町を統合して伏見町1の5丁目に改編され、1989年に現行の伏見町1の4丁目に改編された。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。青山ビル、伏見ビル、大阪府大阪市中央区の町町朝一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧 AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧 AB、 福島町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます